平塚さん、メールありがとうございます。非常に励みになりますね。今回は一般公開動画でお礼を申し上げたいと思います。FX の相場解説、なるべく分かりやすくお伝えしてるつもりではあるんですけども、これでもね、なかなか難しいよって方もいらっしゃいます。で、一つには基礎用語とか基礎知識とか、ある程度の概念が頭に入ってないと、私もね、こと細かく3分とか5分で説明できてるわけではないんで、一定のレベルでの理解力が必要なんですよね。そう考えたら、私の相場解説が役に立ってるよってことは、やっぱ自分でやることもちゃんとやっていただいて、私の、相場解説も見ていただいてるってことなのかなと思う。要するに協力して作り上げてる FX の資産形成術なんだろうなと思うんですよ。でね、やっぱりね、面白いんですよね。私相場解説してても。もっともっと回数やりたいぐらいなんですけども、受け取る方のことを考えたらね、1日に何本も動画出してもしょうがないかなと思いますんで、それは特別にコンサルするときは細かくやりますけども、通常はこの1日1回早朝の相場解説と、あと補助的に昼とか夜とかを突発的にプラスアルファするぐらいかなと思いますけども、本当にね、ご愛顧いただきましてありがとうございます。一応ね、どっかでやめないといけないなとは思うんですけども、この様子だとね、いつやめれるのかわかんないですね。当面はまだまだ今年も来年もやると思いますんで、応援よろしくお願いします。